皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが10月15日に配信した火曜日恒例の予言の6回目をご紹介します。2024年10月15日の予言。生物科学研究所はとても人々の目を引きます。多くの謎がこの事実に隠されていますが、一体何を封印していたのでしょうか。ヨーロッパにある小規模な研究所での違反が警戒されました。そのような事態はその近隣の住民が抗議活動を起こすきっかけになるでしょう。また別のロシアとウクライナの間にある研究所が爆破されるのも見えています。多分ウクライナのものでしょう。ウクライナの人たちが白い防護服とガスマスクをかぶっているのが見えます。多分戦闘で攻撃されるのだと思います。この関連かどうかはわかりませんが、ウクライナとロシアで放射能漏れが起こるでしょう。次の話題は内戦についてですが、私たちは内戦なんて望んでいません。多くの人たちが同じ意見でしょう。ですが星の配置が普通なら起こらないような形になっており、その配置があったのは南北戦争の時でした。また同様な星の配置がアメリカで合衆国憲法が起草された時にもありました。その時にアメリカには光と変化が起きました。もう今ではアメリカ人は憲法で保障された権利を何十年もの間奪われ続けています。その憲法には国民は憲法を守るために戦い続けなければならないと書かれています。その同じ星の配置が南北戦争の時にもあったのです。それは内戦が起こるかもしれないことを強く暗示していますが、人々や気違いじみた人たちが想像しているような形では起こらないでしょう。もっと人々が不安になるような状況になると思います。そして憲法が改定されることになるでしょう。今回の大統領選挙はひどいショーになると思います。誰かが勝つと思ったらひっくり返り他の誰かが勝つようなショーと化すのです。それが大きな分断をアメリカにもたらし、アメリカが分割されるでしょう。アメリカが再び統合されるのを見ることになります。スピリットによれば二人の大統領が同時に生まれるそうです。これは新たな予言ですが、短期の間でも二人の大統領が立つのです。別の話題に移りましょう。次に起こる市民への不安は18世紀にあった南北戦争のようにはならないでしょう。銃撃戦が繰り広げられるのではなく別の種類の武器が使われます。そして最終的にはアメリカはいくつかの連合体に分かれます。そうなってほしくはありません。それこそグローバリストが望んでいることだからです。私たちを分断して占領して統治するのです。その分断と統治が長期にわたって続くでしょう。10個の角を持った獣の話題に移りましょう。フランスの指導者であるエマニエル・マクロンのことですが、彼はオバマと同様に反キリストだという人もいます。ブッシュやクラウス・シュワブ、ソロスなど名前を挙げればキリがありません。ですが私は以前予言した通り反キリストはトルコにいると信じています。マクロンがそうであると思う理由は彼が欧州統合軍を創設しようとしているからです。彼は10カ国をまとめて欧州連合を分割しようとしています。それは黙示録にある記述と完全に一致しており、黙示録第13章1節には7つの頭と10の角のある獣が出てきます。それはまたダニエル書第7章に出てくる獣と同じ数の角を持っています。それらには何かしらの関連があるのでしょう。それは他の9カ国との関係でしょうか。黙示録によれば獣の角には王冠がついており、豹のようであり熊のような大きさだと書かれています。王冠は欧州統合軍であり8カ国か9カ国で彼の側につき、奇妙なことにメルケルが彼を支持しています。その奥にいるのが多分オバマであり、彼らは裏で結びついているのでしょう。なぜかウィリー・ジリーのことが脳裏に浮かびましたが、どうしてなのかわかりません。多分邪悪な波動を持っているのでしょう。
ドイツの報道によれば、アンジェラ・メルケルはマクロンが提案した欧州統合軍の結成を支持したそうです。それがトランプ大統領を怒らせました。これは古い記事ですが、未だにこの構想は生きています。黙示録第13章一節では、私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。それらの角には銃の王冠があり、頭には神を冒涜するいろいろな名が記されていた。と記されています。銃の王冠とは10カ国を表すのは疑いようもなく、この獣は豹に似ており、足は熊の足のようで口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えた。と書かれています。これはマクロンのことを表しているのではないでしょうか。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで世界は驚いてこの獣に服従した。と続きます。この銃の王冠は10カ国を表し、そのうちの1カ国が致命的な打撃を受けますが、なぜかその傷は回復します。そのような事態が2025年に迫っていると思います。10月の予言で複数の感染症が蔓延するとお伝えしました。そのことについては次の定例予言でお話ししますが、10月に起こる感染症にもっと注意を払ってください。10月は来年を垣間見る月であり、私たちがもっと注意を払わなければならない月だからです。その感染症は再び鳥インフルエンザから始まると思いますが、鳥や豚を止めることはできません。そしてもう一つがマールブルグ病だと思いますし、警戒が必要です。ドイツで銃撃事件があり、以前映画館で銃撃事件が起こると予言しましたが、その危険は午後3時に発生し、彼は人質を取った後自ら命を絶ち、大きな事件にはなりませんでした。スピリットによれば、人々は心を失い無実の人たちを襲うようになるそうです。そのような事態が12月に起こる予感がします。11月にも起こるかもしれませんが、12月に多発するような気がします。医療技術についてですが、新たな注入物が糖尿病対策で出てくるでしょう。それはインシュリンとは別物で、毎日打たなければならないものではなく、月に1回打てば済むものです。最終的には半年か1年に1回打てばいいものになります。これはスピリットから得た情報で、そのようなものを来年見る希望があるかもしれません。数秘術で9を表す10月と2025年は周期の終わりを表し、戦争や病気の終わりをも意味します。私たちは9の持つ良い面に注目しましょう。私たちは終わらせなければならない多くのものを抱えているのです。以前議会や国会での抗議行動について予言しました。そこでは議会もまたストライキに入ると予言しましたが、再び以前見た予言が蘇ってきました。そのような時はさらに詳しい未来が見えたり、またそのような事態が目の前に迫っている時なのです。あらゆる気違いじみた出来事を闇側が選挙を有利に進めるために起こすでしょう。その過去の予言が今まで以上に実現しそうな勢いです。大きな分断が議会で起こりますが、単に2つの政党が分断するだけでなく、政党の中でも分断があるのです。大きな変化がそれに続くでしょう。共和党と民主党との分断だけでなく、それぞれの政党の中で分断され、ひどい状況になります。ですが大きな変化が起こります。それが来年1月か今年の12月にでも起こるかもしれません。クルーズ船で何かが起こる予感があり、多分海賊に襲われるでしょう。この出来事が物事をさらに明るみに出すでしょう。それか何かの関係者がそのクルーズ船に乗っています。いくつかのクルーズ船の会社はその航路を完全に変えなければならなくなります。そしていくつかの目的地を外さなければならなくなります。何かしらの大規模な感染がクルーズ船で起こるのが見え、2隻か3隻のクルーズ船が封鎖され検査されるでしょう。
また船の中で吐いている人も見え、食中毒のような出来事が船の中で起こると思います。ですが二人の乗客だけが何事もなく船から降ります。どうかクルーズ船が無事であることを祈りましょう。どの船が海賊に襲われるのかは選ぶことができません。多くの海賊事件がこれから起こるでしょう。またこれから Q&A の配信もしますので質問をする際は Q を大文字で書いてください。皆様がいいねボタンを押していただければこの動画を拡散して多くの方に見てもらうことができます。また近いうちにお会いしましょう。人生を祝福し他人に親切に接してください。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。皆様の人生は明るく輝きます。どうか残りの日を有意義に過ごしてみましょう。大いなる愛とともに。いかがでしょうか。先日配信した星に見る黙示録の予言では聖書の予言が現実になろうとしているという内容でしたが、本当にその通りになりそうで怖くなってきました。ナマステ。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。